記録です。この先には誰も知らない冒険が待っています。ここでは冒険の準備ができます。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。
おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。しかし海に出て間もなく遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのはとある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなのか。ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を怒らせてしまったみたいです。あの人噂通りの悪人なんでしょうか。ドロナーゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。1ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビー、これはゾロを仲間に引き込む。じゃすみませんよ。例の大佐が怒って下手すれば海軍が動く恐れも。そん時はそん時だ。俺ゾロに会ってくる。仲間に誘うぞ。
ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ノロノアゾロの仲間か、こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほら、ルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは何一つやっちゃいねえ。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前、大事な刀取られたんだろ。俺が奪い返してやるよ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。刀を探さねえと、怪しいのはあっちだな。仲間らしき者が基地に侵入した模様です。何？反逆者は皆殺しか。さっさと始末してこい。ゾロの刀はどこだ？基地の武器庫に。ここにあるんだな。直ちにロロノアゾロを処刑しろ。
なんだと。約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いでください。騒がしいわ。私には好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。誰だか知らないけど助かったわ。じゃあね。なんだあいつ。ここにもないよね。あった、グランドラインの海図。やっぱり海軍の基地にあったのね。どれどれ。海図はもらったバギー？何よこれ。バギーって確か海賊の相手が海賊ならかえって盗みやすいわ。絶対に手に入れてやるんだから。よっと。ゾロ、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。
海賊にはなってやるよ。いいか、野望があり、世界一の大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上浮上も受けられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいになってもらわねえと俺が困る。違いねえ、ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。この人間、それにノロノアトロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱みを吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。この軍隊は。俺の命令は絶対だ。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。どうしてこんな無茶苦茶なことを。言ったろ、俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。いいんだ、俺がなるって決めたんだから。そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。死ぬ気なら海軍に入って偉くなって悪い奴を取り締まるのが僕の夢なんです。小さい頃からの。知らねえよ。いえ、やりますよ。ルフィさんとゾロさんには自分の信念に生きることを教わりました。僕だっていつか海軍将校になってみせます。
ボビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう堅実なねえことを覚えておき。ゾロ、剣貸せ。おう、任せろ。二人とも、すごい。始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの無知。ナイス。だろ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ君たち。本当かね。俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか。わざと僕にけしかけて、殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。何だって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。
入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。ヤッホー。シッ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 。ぼちぼち時間だ。海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路、グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、
族たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ？それは言っての、お楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ？ブワッハ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 。改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが違う。自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が熱っ。女一人に何人がかりだ。ゾロ、貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、どうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。ほんと、海賊って最低。バギーの手下だな。吹っ飛ばしてやる。
中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。この感覚を待つ。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。三刀流ゴムゴムのキャノン、ボンドフォが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいの？マギーを吹っ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。なめやがって、あのコソ泥どもは派手にぶっ飛ばしてやれ。腹が本番だぞ。これ以上カリを渡されてたまるか。俺たちも加勢するぞ。マリー、攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。やつらに打ち返してやれ。
どもから町を守るんだ。おーおお、町の連中も勢いづいてきたな。俺の剣が目指すのは世界一。俺とお前らとの格の違いを教えてやるよ。貴様、この人数を相手に何で引かねえんだ。俺はこの先たった一度でも負けるわけにはいかねえんだ。こっちはまだ仲間がいるんだ。本気で勝とうってのか。この程度の数を相手に負けたとあっちゃ俺のこの先が思いやられるよ。探したよルフィ、久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。ぬしとどもに海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け！さすがだね。とりあえず勘弁してあげるよ。三刀流ゴムゴムのキャノンボンドフォー。バギーの海賊船は守りが薄いみたい。今だ。ちょっと行って海賊を抱えてくるわ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。おう、探しとけ。
麦わらの男を討ち取れ。黙るバギー一味をなめんなよ。この感覚を待って敵を見つけ。どこだ三刀流ゴムゴムのキャノンボンドフォー。船に海図はなかった。ってことはバギーが持ってるのかしら。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。なに、俺の財宝を離さねえか。いやよ、なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。たわけ、盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。ってことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に撃て、バギー玉。いやー、攻撃を止めて。大台はあそこだな。止めてくる。焼ける女だ。
じゃねえ、海賊だ。
この感覚を待つ。